はい、どうも皆さん、メンドスゴーラと名乗るものでございます。ね、こんな、格好、体制ではいますが、本日もね、DNA のちょっと、お振り返りの動画をね、撮っていこうかなと思います。何なんですかね、本当。なんか僕らね、悪いことしたでしょうか？なんかね、悪いことしましたかね、僕たちね。とんでもない、ちょっと、試合だったんですけども、なんか悪いことしましたかね。怒りを通り越して、悲しみで涙が出そうだったんですけど、今日の試合も振り返っていきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあここからはですね、ちょっと真面目にね、ちょっと振り返っていこうかなというふうに思います。まずはね、打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。あ、ちょっと点数ね、ちょっとその前に言うの忘れてたんですけども、10対6で負けです。打線の方なんですけども、今日はね、8番にショートで山田選手を入れてきて、ピッチャーは平選手ということで、それ以外変更点はないです。1番の梶谷選手、5打数の1安打で1本ね、素晴らしいスリーランホームランが、出ました。オーシェン選手ね、3三振という内容だったんですけども、1本ね、素晴らしいバックスクリーンへのホームラン、さらにね、とてもいい守備、ファインプレーというものがありました。ロペス選手4打0、佐野選手も4打0、宮崎選手4打0、2安打で、ずっと不調が続いていた外選手だったんですけども、本日はね、復調の兆しというタイムリーヒット、2点タイムリーヒット、さらにね、フォアボールを選んでくれて、守備でもね、いいプレーというものがありました。で、戸柱選手が3打数の1安打で、大和選手が、3打数の0安打で、今日はヒットはありませんでした。で、平選手も3打数の0安打ということでした。はい、じゃあね、続きまして、代打や守備交代なので、途中出場の選手を見ていきたいなと思います。こんな感じになっております。はい、今日山下選手1打数の1安打ということで、非常にね、いいアプローチを、ね、してくれましたね。粘って粘ってのヒットでしたので、明日、本当にね、いい活躍してくれました。乙坂選手が0打数の0安打1フォアボールということで、昨日もね、代打スリーランホームランがあったんですけども、昨日の勢いに続くかのようなフォアボールをきっちりと選んでくれました。桑原選手、1打数の0安打でね、満塁の場面で初球ポップセカンドフライ、甘い球を打ち損じましたね。最近ね、本当に桑原選手ね、いい場面というものがないですので、そろそろね、2軍落ちというものはね、検討していかなくてはならないかなと思います。で、上田選手、柴田選手、三重選手が守備のみの出場ということで、倉本選手はダイソーのみの出場ということになりました。はい、じゃあ最後にちょっと投手リレーの方を見ていきたいなと思います。こんな感じになっております。はい、今日ね、もう平選手ね、もうまだまだ QS がね、続行で続いております。7.1回を投げまして、被安打7個答えたんですけども、失点3ということで、奪三振も8はやばい完封という流れのね、内容でしたのでね、本当にね、勝ちが消えてしまったなっていうのは残念で仕方ありませんし、本当に悲しいです。で、その後になりました、石田選手が0.1回の無失点。で、この後のバットン選手はね、もう誤算中の誤算でしたね。まあ、今日の采配はですね、采配面ももちろんのことながら、石田選手で、ね、左右関係ないピッチャーですので、まずね、そこをなぜ変えたという部分もあるかもしれないんですけども、今日は采配が4割悪いとして、あとの6割はパットン選手ですね。多分ね、ラミレス監督はまあリベンジ登板という形でね、火曜日まで調整できませんし、この前打たれた堂林選手に対して、まあ、リベンジしてこいとね、ワンアウト取る場面で、気楽な場面でしたので、生かしたと思うんですけども、まあ、パットン選手が、ね、そこから、ね、4安打打たれてしまったということで、まあ、セットアッパーで、ね、防御率7点台ですし、これはちょっとね、もう厳しい言葉を言わせてもらいますと、情けないですね。で、三島選手がその後投げて0.1回投げて無失点、いいね、火消しをしてくれました。最後にクローザーのね、山崎選手がね、1.1回を投げて5失点ということで、はぁーって感じですね。はい、今日のね、ちょっとメンデスカクトコ選手を決めまして、今日の動画を終わっていこうかなというふうに思います。今日のメンデスカクトコ選手はね、平良選手です。本
当にね価値が消えてしまって申し訳ありません。ファンの私が謝るのもねおかしい話なんですけども、本当にごめんなさいという感じですね。はい、今日はねちょっと元気がなくて皆さんにねちゃんとお伝えすることができなくて申し訳ありません。こんな感じで今日も終わっていきますので、またね見てください。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。こんな感じでいつも撮っておりますのでね、またぜひね見てくれたら嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。夢を運ぶ一振り、君が刻むヒストリー、青く光る彗星、腕を平らをして、ゴーゴー DA。